梅ちゃん先生のオールナイスニッポンの梅津先生です。おはようございます。おはようございます。今日また先月に引き続き、はい、私がお話し相手ということで対談をさせていただきたいと思います。よろしくおありが願いいとうごたしざいまます。す。お願いします。いや、本当にこの1年ちょっと素敵なゲストさんをお招きいただき、梅ちゃん先生のこう生き様といいますかですね、この人生を変革させてきた素晴らしいメンターの先生たちとの出会い、いろいろお伺いしていただいて、私もたくさんのことを学ばせていただきました。この場を借りて御礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、その中でですね、やっぱりこう、先月の真由美先生、引けを取らない素敵な先生たくさんご登場いただいていて、まず真由美先生のお嬢様の沙織さん、そうですね、トーリーディング、足の先を見るだけで、もう人生が全部分かってしまう。でもこのセラピストの資格を梅ちゃん先生もお持ちなんですよね。はい、そうなんですよ。トーリーディングというのは、アメリカのですね、ケイシーさんという方が開発されたのを沙織さんが習って日本に、沙織さんだけではなくですね、何人かの方で導入してトーティーチャーとして教えてらっしゃって、私もサーティフィケートをもらったわけなんですね。素晴らしいですね。そしてもう一つ、トゥースリーディング。 T3 リーディング、あ、ごめんなさい、 T3 リーディング、失礼しました。T3 リーディング、これはまさに歯ですね。そうですね。もうご専門のところからこう派生している感覚ではあるんですけど、こちらも見れるんですか、先生。これはですね、もう私が勝手に提唱してですね、先ほどのトーリーディング、沙織さんから習ったトーリーディングをベースとして、やはり人間の体にはですね、いろんなサインが出てるっていうことが分かってきたんですね。足もそうですし、実は歯もそうじゃんっていうことが分かってですね、患者さんを通して。勝手に立ち上げたのがこの T3 リーディングで、登録商標を取らせていただいてますので。すごい。そうだったんですね。ライセンス度で私がやっておりますので。あらー、もしかしてこの2つの側面、足先と歯と両方見ちゃったりすると、より一層深く分かっちゃったりします？そうなんですよ。これね、裏話なんですけど、うちの歯科医院はスリッパに履き替えていただきますので、見えちゃいますね。そうなんですよ。バレバレです。あー、ドキドキ。それで、そういった側面も踏まえてですね、どうしてこの歯が悪くなったのか、今回というような話も踏まえて治療させていただいているということもやってます。世にも珍しい歯医者さんですね。あ、いえいえと、ありがとうございます。でも、そういう側面から根本的な、要するに、歯医者さんって基本的には対症療法じゃないですか。悪くなったとこ削って埋めるみたいな作業ですけども、それとは違う側面がそこで生まれてきますね。はい、そうなんですよ。そういう自分がどういうふうに思ってるから、その思いが歯にこういうふうに出ちゃったんだっていうのを分かっていただけると、また新たな予防にもつながるんですよね。予防になるんだ。結局のところ、歯って現状、これから先の未来は分からないですけど、たった今は虫歯になったら抜くとか削るしか方法がないじゃないですか。はい、そうですね。ということは、いかにそういうふうにならずに済ませるか、しないと歯ってどん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 減ってっちゃう。まあ、そうですね。なので、お年寄りになると入れ歯っていう選択肢になってきちゃうじゃないですか。でも、できる限りご自身の歯が、せめて根っこだけでも残っていると、いろいろ違ってくるんですよね。いや、もちろんそうですよね。ということは、やっぱり予防ってすごく大事じゃないですか。その予防というのが、実は心だったっていうことですよね。もう歯医者さんがそんなこと言っていいのかなとは思うんですけど。あ、そうですか。いつも病院で言ってるんでですね、なので、このアプローチをしてくださる歯医者さんって、日本全国ゼロかどうかは私検証してないからわからないですけど、すごく希少価値の高い歯医者さんだと思うんですよ。ありがとうございます。そして、先月もご紹介したように、二度と歯科医院に行かないための歯科医療、これお医者様の側からすると儲からないっていうね、ことになりますけど、患者さんの側からするとこれ願ったり叶ったりなお話ですよね。そうですよね。でも、それは本来できることだし、でもこの考えは、それこそ真由美先生がお考えになっていることで、患者をゼロにすることが医療人の、最大の使命であると真由美先生おっしゃってるので。素敵すぎる。この感覚を今のお医者様たちが少しでも継承してくだされば、医療費の問題、一気に解決する気がします。いや、本当そうですよ。だって、人間自然治癒力を持ってるわけじゃないですか。そうですね。これを最大限に利用しつつ、活用しつつ、そして病気になる原因をとことん排除していけば、病気になりにくくなるし、なっても治しやすい。いや、自分で治せますからね。で、ここだけ聞いちゃうと、今の医療関係者の方たち、それじゃ商売がかったり困るぞってことに
なっちゃいそうですけど、うん、でも多分、うん、そうならずにみんながハッピーな状態で丸く収まる方法あると思うので、先生ぜひぜひ探してください。あ、ぜひ。それはですね、真由美先生から教わった真実の歯科医療っていうのを私が銘打ってるのがあるんですけども、はい、それはね、結局患者さんもやるドクター側もお互いにウィンウィンの関係になれる、ね、理論なんですよ。そっか、ちょっと本日は時間がないのでそこのとこ突っ込んでいけないんですけど、また機会があったら教えてくださいね。はい、ありがとうございます、はい、そしてあの昨年の初めにご登場いただきましたシャランさん。そうですね、こちらのご本ですね、はい、パラパラめくるだけで引き寄せができる本、はい、シャランちょってなってますけども、はい、ね、パラめく、むしろ読まないでください、本なので読むなって書いてるとても不思議な本なんですが、画期的ですね、うん、このシャランさんによっても、ね、梅津先生はいろんなことが変わったわけですよね。そうなんですよ、ちょうどシャランさんが出てくださったのは1年ちょっと前、はい、もうドンピシャ1年ぐらいなんですね、それでその頃ももうそうなんですけれども、私シャランメソッドっていうシャランさんの立ち上げたメソッドがありまして、そこで私メンターやの資格を取りましてですね、一体いくつ資格取ってらっしゃるんですか。資格マニアではないんですそっちじゃないんですけどね、でもシャランさんのお考えが本当にすごいなと思ったから、メンターまでなっちゃったんですけれども、そして、皆さんにですね、生き生きと人生を生きていただくお手伝いをさせていただいてるんですが、はい、シャランさんのお考えをちょっと今ここでですね、簡単にご説明したいんですけれども、はい、人間のほとんどの方はですね、9割ぐらい起きてる時間の9割ぐらいを、次の5つのことのどれかを考えてるっていう理屈があってですね、シャランさん、はいはい、1つは過去のトラウマ、はい、2つ目は現在のトラブル、はい、3つ目は未来の心配、はい、4つ目は、他人を責める、5つ目は自分を責める、この5つのどれかを起きてる間 90% ぐらい時間割いてるんじゃないんですかって言われた時に、ああその通りだと思ったんですね。ですよね、こんなシンプルにまとまっちゃうんだと思って、うん、心当たりいっぱいありすぎです。あります、うん、でもこれをしてたらどんなに楽しいことをしても満たされませんよってシャランさんが、ね、言うんですね。このあたり心の中のお掃除をして整理整頓すると、はい、その分俳句空間があるので、うんうん、新しい別のことが見つかりますよね。しかもそれが溜まっていくんですよね。楽しいことがどんどん溜まってどんどんハッピーになっていく、そういうメソッドなんですね。なるほど、いや、シャランさんとの会話の対談、はい、とても素敵なので、これはこれでまたぜひ動画でもう一回再チェックしていただけたらなと思うんですけど、ぜひお願いしたいですね。皆さん見てください。本当に素晴らしいお話でしたよね、はいはい、そしてですね、次もうどんどんたくさんいろんなゲストさんに出ていただいたので次行きたいと思うんですけど、 BS セラピー、はい、これまたすごかったですね。駒川先生ですね、はい、神戸からいらしていただいたんですが、実はこのシャランさんと駒川先生は大の仲良しでもあるんですが、はい、BS セラピー、そのライオンあくびですね、あくびをして、はい、人間の自律神経を整えるということと、シャランメソッドをして気持ちをですね整えるということを両輪だっていうふうに、駒川先生おっしゃっていて、この2つのメソッドを両方一生懸命やるっていうとちょっと日本語おかしくなっちゃいますけども、やることによってですね、人間っていうのは本当の幸せになれるっていうね、そう考えがあるんですね。そうなんだ、まさにその渦中にいて私ね、本当にうわこれはすごいと思ってましてですね、うん、ライオンあくびというのも本当に口を思いっきり開ける、はい、普段しない動作じゃないですか。そうですね、ここにいろんなこう自律神経に対して活性化させるスイッチを入れるようななんかがあるわけですよね。そうですね、脳幹を活性化させるんですね、うん、そうすると骨髄液がガーッと回ってですね、リフレッシュできる。リフレッシュって言うとまた平たくなっちゃいますけどね、うん、でも普通のあくび、ちょっと大きめのあくびしただけでもリフレッシュするじゃないですか、うん、そうなんですよね。それをもっと意識的に大きくする、はい、でそれもちゃんと駒川先生がおっしゃるやり方でやっていけば、はい、効果が倍増するってわけですね。そうなんですよね、その時に自分の気持ちを、ね、見つめるっていうことも、一緒にやるべきだっていうふうに駒川先生おっしゃってるんですよね。そうか、それをシャランメソッドかとのリンクなんですよね。いや面白いですね。そっかそっか、でもそのリンクが生なんと真由美先生ともリンクなんですよね、はい、あららららら、そこへ来ちゃうんですね。そうなんですよ、すごいな。まあ先月もお話しいただいたんですけれども、はい、人生は楽しむためにある、はい、ここに尽きるわけですね。そうなんです、真由美先生のお言葉ですよね、うん、もう本当にですね、真由美先生自身は実はご苦労が多かった方なんですね、生まれた時からなんですけども、はい、そういうご苦労があった真由美先生が86年87年生きてきて、はい、人生は楽しいことばかりだったとおっしゃるっていう、このこれはですね、もうとってもですね、私涙なくては聞けない、もう本当に素晴らしいですよね、真由美先生の心持ちなんですよね、うん、でも
本当に偉業を成し遂げられた方、はい、そういう方たちのお話を聞くとですね、はい、決して順風満帆とは言えない人生を歩んでらっしゃる方の方が多いわけですよ、はいはい、で普通苦しい人生を歩まれた方、はい、でそれでそこをきっちりやりきってない方は、うん、恨みとか、はい、トラウマとかを抱えたまま引きずって生きてらっしゃるケース、はい、多々お見受けすることがあるんですが、はい、ここを生き抜いてしまった方、はい、この方たちはそれを全部こうマイナスをもう大きなプラスに変換されてらっしゃるように思うんですよ、はいはい、だから振り子がもう一気にマイナスから大きなプラスに振り切ってしまって、うん、はいはい、過去の嫌なことが全部楽しい思い出、うんうん、そんな感じに語ってくださるわけですよね。そうですね、うん、はい、なのでそういう方たちの生き様を私たちは参考にさせていただいて、はい、まあ、本当にどこまで、ね、自分の人生のときに落とし込めるかわからないけども、はい、でもそうしようという気持ちを持ちながら人生の中に生かしていけば、はい、いろんなことが変わっていくはずですよね。そうですね、それこそがですね、私がやりたいことで、はい、BS セラピーであったり、トーリーディングであったり、ティースリーディングであったり、はい、シャランメソッドであったり、はい、そしてまた真由美先生の映画の上映会であったりですね、はい、皆さんの人生がですね、楽しく生き生きとですね、できることのお手伝いがですね、微力ながらでもできればいいなと、今後ですね、活動に思ってるんですよね、私やっていきたいと。とてもとても素晴らしいと思います。ありがとうございます。はい、なので今後も上映会、はい、あちこちで上映されると思うので、はい、そのフォローアップ、はい、梅ちゃん先生ならではのフォローアップをぜひぜひお願いしたいと思いますし、はい、ご本業でも新しい境地を開いていただきたいですし、はい、この放送の中でもまた素敵な先生をご紹介いただけたらなと思っております、はい、今日も素敵なお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。来月素敵なゲストさん待ってますね。はい、お呼びしてます。はい、よろしくお願いいたします。はい、梅津先生でした。